あっちゃん、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン。他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ、参りましょう。はい。千葉県ラジオネームエリンギ。おい、ソムリエ、ワインを飲み比べるとき、ワインを飲み比べるとき、ワインとワインの間に一旦女の乳首にしゃぶりついてから味を確認すること。死んでもめんだねと。横に連れてくるわけじゃん、店の中で。ね、そっちに集中しちゃうよね。ラジオネームくちばし。あんとか言われた。おい警察官、下着泥棒から押収した下着を体育館に並べ、結婚しようという文字を作り、彼女にプロポーズすること。死んでもめんじゃねえぞ。そんなことやってるわけない。大問題で見つかったら、写真撮りに来たマスコミに見つかったら。茨城ラジオネーム、茨城茨城。おい、おっぱい、右吸って左吸って、もう一度右を吸ってから右手をまっすぐに上げながら谷間に顔をうずめると安全に堪能できること。死んでもめでないぞ。いや、安全だと思うよ。その危険のあることじゃないよ、そういう、ね、おっぱいへの愛を。石川県ラジオネーム、ドクターアナリ。おい、チンチン、下、斜め右下、右と入力してからしごくと、波動拳のボイスとともにものすごい勢いで射精してしまうこと。死んでもめんだねぞ。お前だけだろそれ。ドクターアナルって名前もひどいだろ。というね、むちゃくちゃなやつだ。